明けましておめでとうございます。市民の皆様には希望に満ちた新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。私は昨年10月に佐賀市長に就任しました。市民の皆様の豊かな暮らしの実現に向けて全力で取り組んでまいります。今年のテーマとしては大きく次の2点を挙げています。1点目は情報発信力の強化です。定例的な記者会見の実施や多様なメディアの活用によって市民の皆様にスピーディーに情報をお届けします。2点目は AI 等の最新技術の活用です。市の業務のデジタル化推進や市内企業の DX 支援により市民の皆様の利便性向上と地域経済の活性化につなげます。その上で次の4つの柱で施策を推進していきます。まず1つ目の柱は全ての市民に安全と安心をです。特に水害対策とコロナ対策に取り組みます。水害対策ではハードとソフトの両面から排水対策に取り組み、浸水情報をリアルタイムに市民の皆様に提供します。またコロナ対策では3回目のワクチン接種をスムーズに進め、医療体制についても市医師会との連携を密にしていきます。2つ目の柱は子どもたちに豊かな未来をです。子育て環境の充実に取り組むとともに、デジタル技術を駆使して一人も取り残さない教育に取り組みます。3つ目の柱は働く人事業者に豊かさと安心をです。企業誘致や地域経済の振興を図ります。4つ目の柱は最新技術などを活用して全ての市民に暮らしやすさをです。公共交通の整備やビッグデータを活用した健康長寿の街づくりにも力を入れます。今年1年が皆様にとりまして明るく幸せ大きい年となりますことを祈念いたしまして、新年のご挨拶といたします。